それぐらい自走してほしいですよ。会社を壊すって。だから僕が来たら、社名が変わってる状態が最高なんですよ。リスクを課題に評価しすぎると思うんですよ。そうあるべきみたいなことが外れることを極端にこうが、みんなが8割が右になられてるんだから、俺も右になるでしょ。2割になろうが8割になろうが、あまり大差もなければ、8割に行ってもうまくいくこともあるかいかないし、誤差の選択でしかないんで。我々資本主義の中で生きていて、お金を大量に稼ぐことが正しいと植え付けられ、うん、お金がないと幸せにならないと植え付けられ、うん、右を向けと言われて、はい、右を向き続け、うん、ただ佇んで、ただ生活できてるだけで、うん、絶好調に幸せですっていう、はい、その上で、なんとなくこう感じることに、ぼんやりと前向きに進んでいくぐらいの感覚だから、8割の人が歩いてた方向に歩いてた方が楽なんですよ、人って、うん、不安じゃないですか、みんなが歩いてない東京歩いてまくるのって。でも そもそもその不安すら実は存在してないんですよ、うん、そもそもがそこに結構気づけるかどうかっていうのが僕は重要だなって、はい、究極的な自走型組織を作ること、うん、はい、っていうのが多分今後10年ぐらいのテーマになっていて、うん、デザイナーが急に来て、社長このロゴかっこよくないですかって言って今のロゴ持ってきたんですよ。でその翌日に勝手にロゴ変えてたんですよ。でも、その瞬間が一番結構嬉しかったんですよ。それぐらい自走してほしいんですよ。会社を壊すって。だから僕が来たら、社名が変わってる状態が最高なんですよ。従業員が勝手に自走して、自分の頭で考えて、改善を繰り返されて、新しい事業ができて、っていうことをや最大限にやっていいし、やれるんだっていうプラットフォームであり続けられるから。そしてビジョンがない場所だって言ってるんですよ。このサービスを使ってくれる人が、このサービスあってよかったなって思う。もそうなんですけど、従業員がやっぱりこのうちの会社で働いて、なんか働いておいてよかったなって思ってくれたら結構いいな。アシュラのためにやるな、自分のためにやれ、自分のため以外にやるな、アシュラのことなんか考えなくていいっていう、そういうことはよくいいんですね。結果としてアシュラのためになるから。やっぱり借金しても遊べると思うんですよ。僕の今の40歳の1時間と、彼の1時間、クラブの内外の貴重な1時間。過ごしてるはずになって、その1時間2時間もよくわかんない世界に提供してる場合じゃないというか、例えば学生時代に300万あるとしても、今の40歳に300万と20歳に300万、価値が比べるものにならない。40歳になったら、大体300万ぐらい借金してるんですよ。だから大体家買ってるんで、マイホーム買ってるんで、数千万借金してるんですよ。20歳の300万なんて誤算なんですよ。300万ぐらいあったら、旅行行ったりとか、いろんな仕事ができるんだったら、やりきって、自分の時間を買いに行こうよ。そうなんです。